では、経済学史ですね、まず、まあ、重症主義からって順番にやってもいいんですけど、まず概要を説明したくて、最後のページ上げてもらっていいですか。で、画面共有しますけども、一応今日の目標が何かというと、各経済思想、その経済学の特徴を比較しながら掴むってことです。最後に出てる、これを全部ある程度、まあ、違いが説明できるレベルにしたいなと思ってます、この45分で。では、早速、重症主義からいきたいと思います。でテキスト全部きれいになぞることはしません。でまず、重症主義っていうのが、これがまあこの時代にその経済学っていうものがあるかっていうとないわけですよ。で経済学っていうのは一番最初誰かというとアダム・スミスが経済学の父で古典派なんですね。今やってるのが、ちょっと画面共有すると3ページ開けてもらって自由主義古典派が出てくる前にまあ、時間順書くと、重症主義があって、次に順応主義で古典派なんですよね。順番に行くとね。こんな感じですね。で、まあ、重症主義の段階ではまだ、学問にはなってないです。ちなみに学問って、なんか、わかりますか？学問とは何でしょう？重症主義の段階では、重症主義の段階では、まだ体系化されてないですよね。でまあ、重症主義、っていうのは、テキストですね。政治が経済に一定程度介入します。国家統制的経済政策。まあ、度合いがあるんですけども、例えば、その、二次大戦中の、その国家総動員法とか、まあ、共産国家とかではない、そこまでの介入はないですけど。で、当時、絶対王政期は、その、経済力が大事なんですよね。経済力が大事な理由は何でしょうか？どなたか。経済力イコール軍事力だから。そうですね。経済力イコール軍事力で、戦争に勝てば、また金が入ってきて、また戦争に勝って、また金が入ると。まあ、どっかが勝ちまくるわけですよね、最終的に。で、そこへ向かって、用意どんで、と。で、まあ、最初は石ころを引っ張ってた重金主義なんですけども、もう、そのうちですね、貿易差額主義ですね。まあ、輸出と輸入があったら、輸出の方が多くて、差額が出ると。で、国に、その、金とか銀とか、いうのが溜まっていくと。で、その金で、軍隊を維持できるし、官僚機構も維持できるし、と。で、貿易差額を追求しようとしたら、産業保護主義になるよ、と。で、受験では、産業保護主義で言うと2つあって、1つはこの今やってる絶対王政期の重症主義の一環。で、もう1個は、わかる人？もう一個はね、19世紀の歴史学派経済学の発想ですね。統合貿易？統合貿易、19世紀ですね、歴史学派の経済学ですね。産業保護主義っていうのは、統合貿易と同じです。で、この段階では、重商という言葉があるように、商業のところで、生産ではなくて流通で、まあ、儲けようっていう考え方ですね。今言ったことちょっと若干矛盾があって、この貿易差額主義っていうのは流通です。流通で儲けようと思ったら、貿易黒字出そうと思ったら、最終的に、生産しなきゃいけない、いいものを、というふうになってきて、といきますが、基本流通ね。まあ、重商だからね。ただ、この生産が重視になってきて、この生産重視がさらにいくと、順応主義です。これ生産重視です。流通ではないと。
ちなみに現在、日本っていうのは生産重視ですかね。どうでしょう。どうですか。他の国に比べては重視してない。なんか根拠は？いや、中国とかがやっぱすごいから、あのアメリカとか、でも日本はやっぱまだ質を重視してるのかなと思います。いや、質とか量の問題ではなくて、生産を重視してるか、生産を軽視してるかって話よね。重視してる？根拠は？国内の、あの農業とかを TPP とか守ってる。ちなみに農業の GDP どれぐらいですか？日本の全 GDP のどれぐらい？何割？ 1%？ 1% ないですね。で、ゆり先生は多分ね、これ、ね、現代の日本っていうのはいいか悪いかを置いといて、生産は軽視されてるなと思います。まあ、例えばこう、メーカーの給料が安かったりとか、その銀行とか金融の方の給料が良かったりとか、まあ、利益率が、全然ね、金融とかの方が高いというのもあるんですけども、で、順応主義の話に戻って、順応主義っていうのは、生産が大事だと。で、こう流通で儲けるっていうのは、生産に規制するにしか過ぎないと。生産に規制してるにしか過ぎないと。第一産業農業で、工業を、第三次が商業サービス業。で、この第一産業の農業の以外、農業以外に、まあ、漁業とか林業もあるけども、もう一個分かる？第一産業に入るもの、他に。農業。工業とかの方の工業。石黒引っ張る工業ですね。で、この第一産業っていうのは、大地から引っ張るものです。やっぱ地面から引っ張るものなの。で、引っ張った農作物とか、鉄鉱石とかを加工するのが第二で。で、それ運んで売ったりとか、また作る過程で、まあ一も二もお金がかかると。最初に人手がかかると。そこら辺を調整してくれるのが、まあ金融。まあ金融に関しては3なのか4なのかっていう説はちょっと置いておいて。で、今なんでこの話をしたかというと、1がないことには始まらんでしょっていう。1がないと始まりませんよねってのは順応主義です。で、経済が発達していると、どうしても、利益、あの、第一産業の方が利益率は低いから、卵を1泊いくら？ 160 円としようか、まあ、160円としようか、卵1パック。まあ、高めでいいや、240円でしょう。1パック240円だから、12個入ってて20円か。で、それでオムレツを作ったらいくら？まあ、600円とか700円とかになるでしょ。で、ここまあ、何倍？ 35倍か。で、これ今、言い方がすごい雑ですけど、単純な食品加工でさえ35倍にもなるんですよ。だから、左側に行けば行くほど利益率は高くなるわけ。で、結果、第一産業が軽視される傾向が常にあります、経済が発達すると。それが、絶対王政期の重商主義に対して重農主義だし、じゃあ問題。古代中国で、春秋戦国時代に2、3が発達して1が軽視された時に何が出てきた？なんかちょっと笑ってしまうような表現ですけど。なんか、ままだなみたいな。わかる？農家ってあったでしょ。儒家とか法家とかあったように農家ってあったじゃん。あれが、まあ、この絶対王政期でいう重農主義ですね。この質問。で、生産重視の重農主義が展開し、レッセフェール、フランス語ですけど、英語でどうぞ。
英語で。誰か。Let it be。Let it be。まあまあまあ、Let it free ですね。もうほとんど同じです。Let it free。まあ、ほったらかせると。で、重症主義は、さっきからやってるように、経済に介入するんですよ、王様が。ところが、順応主義っていうのはほったらかせと。で、この固定派経済学に影響っていうのは、2つあって、1つはほったらかせってやつ。レッセフリー、レッセフェールが、固定派経済学に影響され、古典経済学、経済学を始めたのがアダム・スミスで、彼の言葉を使うと何だろう、レッセフェールは。神の見えざる手。そう、神の見えざる手で自動調整してくれるからと。ここまで質問。で、もう一個。順応主義から古典派経済学に影響を与えているものが何かというと、投入された労働力が富を生み出すよという考え方があります。